ショーチェック、はい、ということでお送りしましょう。今日もねちょっと短くしていかなきゃいけないんでね、のっけからいきましょう。なぜならねもう長いから皆さんダイエットと一緒でちょっと中休み的なもう興味ちょっとこうかけてきてますか。まだまだここから暑いですよ。パリーグもセリーグ何が起きるか分かんないですよ。しっかりチェックしていきましょう。そうしないともうオリンピック休みになるとソーチェックなくなりますよ。まあ侍ジャパンのソーチェックはやりますけどね。さあということでお送りしましょう。今回パリーグからロッテ大楽天、7月2日雨天中止、7月3日5対3でロッテ、4日8対6でロッテ、ロッテ2連勝中。今日もね試合あります。中止の分のね試合があるんでどうなるかっていうところで、現在2勝ロッテ勝ち越し、楽天連敗というところでね苦しい。さあ7月3日5対3というところですけれども、なんとですね、7月3日佐々木全試合見ておりません。なぜなら子供の誕生日だったんで試合よりそっちの方を優先しましたというところで見てないんですけどね。5対3ちょっと経過送りしましょうか。まあロッテはねいきなり藤原が復帰、藤原グッズ昨日のね試合も素晴らしい活躍でね、1軍にね開幕当初は苦しみましたけど途中から帰ってくるとね、だからひょっとしたら藤原はねチームのピンチを助ける救世主なのかもわかんないね。去年のコロナの時もねそうでしたけども、そこから先制してね、でその後楽天に3、4、5回と1点ずつ取られてね、銀次も最近いい活躍、このまま終わるのかっていうところで8回、中村逆転ツーランで岡ソロホームランと、ホームランが少ないロッテ打線が、ね、レアードとマーティンだけっていうねところもありますけども、ここで2連発で逆転、楽天は孫が第5三で、ね、ところでねロッテが勝って、で昨日7月4日8対6ロッテの勝ちというところでも、今回の話題で言うとねピリッとしない両先発というところで、ロッテ小島5回106球5安打3三振6四球4失点ね、勝ち投手にはなったけどっていうところでね、3回まで毎回フォアボールね、初回楽天小深田フォアボールで、ここが一つ目のキーポイント楽天ね、カウントノーボール2ストライクから牽制で飛び出してアウト、これ大きい0点。ちょっとね小島が序盤ピリッとしないところでいきなりね、しかも2ストライクからそんな慌てて盗塁する、この感じで言うとそんな3球勝負してこないし変化球でワンパンとか思ったのかな。それだったらもうちょっと早めに走らなきゃいけないし、走るんだったらこのカウントじゃないと思うんだよね。でしかも挙句の果てに牽制アウトバッと、ね、ここはちょっとね楽天が序盤に大きな流れをね掴みきれないっていうね、この牽制は両チームにとって大きかったじゃないですか。でもねその後しっかりね楽天2回にっていうところですけれども、そのね牽制アウトの流れでね初回ねロッテは荻野レフト前で藤原ツーベース、藤原躍動ね、でノーアウトに三塁になって中村がねレフトへ2点タイムリーヒット、こちらもね 1,2,3 で3連打で2点取る。しかし中村このねレフト前ヒットで飛び出してファースト戻り蹴れるアウトバーン、ちょっといい流れを削ぐっていうね、ひょっとしたらもうちょっとね大量得点できたかもわかんないね。でそこで2回ね今度楽天ワンアウトから岡島フォアボール、ここが 大島がねなかなかまとまらない、でディクソンレフトへツーラン、で銀次ライト前ヒット、でワンアウト一塁から足立バンドで辰巳がセカンドゴロ。まあ前日もね確か4回にワンアウト二塁から太田がバントして小深田がね、タイムリー打って1点取ってるっていう流れもあってのこのワンアウト一塁からキャッチャー足立のバンド、しかしねその後の辰巳がセカンドゴロと得点できなかったけど、まあねワンアウト一塁からもうバント出されるキャッチャーバッと、もっと練習しなきゃ、このしかも2回だからね、これがもう8回とかもう勝負どころの1点でってなったら分かるけど、序盤からいきなりでしょ、ちょっと消極できないんちゃうかっていう采配にも見えるし、まあね前日成功してるっていうところでね、まあ続けてっていうところもありますけど、やっぱ出されちゃダメだね、もうちょっとキャッチャーもしっかり練習しなきゃっていうね。あとディクソンのツーランホームラン、これでディクソンがねいい形で上向きになれば楽天もねいい形になるんだけども、まあ結局その1本だけっていうところでね、まあどうなっていくのか、やっぱディクソン、カスティーヨ打撃やっぱ楽天にとっては欲しいよね。で3回ワンアウトから鈴木大地フォアボールまたね、で浅村センター前、で島内ワンアウト1塁からセンターへタイムリーツーベースで2点とね、もうここで4対2追い切りいけるかっていうところで、ロッテはその後3回藤原がいきなりホームランね、で中村センター前でマーティンがレフト前ツーベースでレアードフォアボール
でノーアウト満塁から安田のサードゴロね、一打点で、ここでねバットポイントは滝中ベースカバー行ってない、ファースト銀次がねよくそこから取ってスライディングでファースト滑り込んでね安田アウトにしたけども、なんでベースカバー行ってないの、バッと何やってたの、一瞬見えたけどホームにベースカバー行こうとしてたよね、あのヒットと思っちゃったのかな。そういったところはしっかりまずファーストのベースカバー行ってから抜けたらホームだよ、順番としてはね。でその後福田ね、ワンアウト2、3塁からレフトへ、タイムリーツーベース2点ってところでね、福田も藤原と一緒に復帰してね、なかなか1本出なかったところでいいところでね1本というところでしたけども、まあ、先発ピッチャーね小島やっぱりピリッとしない中で、まあ、失点重ねたけども、まあ、いい形でねあの逆転してくれて、まあ、勝ち投手になれたかなと、まあ、今度はねしっかりしたピッチング期待したいというところと、楽天はね滝中2回3分の1 58球7安打、3三振、2四球1失点と全体的に球が高いし甘い、スタート力ない、その力ないというところがね、この3回の裏藤原にねライトホームラン、このね高めのストレートだったけど、あそこをもう完璧に引っ張り込まれてライトへホームランはちょっと力がないのかなと。あとねもう一つがマーティンのレフトへツーベース、インコースね詰まらせながらもっていうところだったけども、あそこを詰まらせながらも打たれるっていうところはやっぱり力がねいってない、ファールがね結構マーティンにとってはファールゾーンだっただけにね、そこをファールにできないっていうところはやっぱりちょっと力ないのかなと。で全体的にね甘く高いっていうところで、まあちょっと苦しいピッチングでしたね。あとね、まあ、石井監督も言ってるけど、取った直後に失点というところで波に乗り切れないよね。6回の表もね、この代打田中がねホームランを打って、おこれで1点差ってなったのに、6回の裏にね中村の2アウト2塁からタイムリーツーベースで1点取られるっていうね、ちょっとリズムをつかめないまま、まあ、勝ちきれなかったっていう、まあ、今日3連敗だけは避けたいね。楽天もね同一カードもうこれで一気にねオリックスと差が開いちゃうっていうところでね、まあ、ロッテはねここでしっかりついていかないともうね1位っていうところが遠くなってくるんで、まあ、こう今日勝ってね楽天に3連勝したいところ。あと炭谷がねトレードどうなったのかね、炭谷動画出してますからそっちも見てください。はい、ということでロッテ対楽天は現在2勝0敗ロッテの勝ち越し中です。あ、もう勝ち越しは決定です。はい、さあ続いて、日本ハムソフトバンク、7月2日はね那覇への移動っていうところで2連戦です。7月3日1対7でソフトバンクで、7月4日5対0でソフトバンク、ソフトバンク2連勝っていうねところになりましたけども、まあ、これね3日の試合マルチネス躍動っていうねもう素晴らしいピッチングで、しっかりね勝ち投手になって、あとマルチネスが確かあのオリンピック代表に選ばれてたんだよね、アメリカかな、日本にとってはね脅威になるんじゃないですかね。でしかもバッティングの方でもね皆さんがいい形で打って、まあ、見てないんでね適当なことしか言いませんさあということで7月4日0対5でソフトバンクっていうところですけども、この試合のお題こちらです。ミス挽回。はい、ソフトバンクね4回表中村デッドボール、栗原フォアボール、で明石バント失敗、バーッサードフライ、しかしその後まさこライト前ヒット、ライト前ヒットっていうかライトオーバーだったんだけどね、こうライト万波ね数計算してないね、目測誤ってちょっとねこのもう右往左往しながら頭の上を越える、確かにね風で伸びたっていうのもあるけども、で中村はねそれを見てホームに帰れずっていうねところだったけども、ワンアウト1、2塁やっぱセカンドランナーはハーフウェイだよね、ハーフウェイで待ってて超えたのを見てからゴーだよね、多分取ると思ってタッチアップに帰っちゃったんだよね。でそこでホーム帰れずっていうところで、まあでもで取れるっていうところもあったんで、ちょっと万波の守備にバーッとだね。でその後ワンアウト満塁、回レフト前タイムリーヒットで、谷川原押し出しフォアボール、ね、しっかり2点取って、でもう1点ちょっとこで今宮643ダブルプレーね、まあでもねしっかりバント失敗したけども、下位打線でねしっかり得点しきったっていうところはソフトバンクね大きかったかなと。で5回表三森レフト前で、ここワイルドピッチ、キャッチャーね清水、サインミスのように反応が遅い、カーブめちゃくちゃ遅い、一瞬本当サインミスかなっていうぐらいで、あれはもう楽勝で止めれたね、バーッと。でワイルドピッチで柳田フォアボールで、中村三振で、栗原レフト前で、ワンアウト満塁になって、先ほどバント失敗した明石がライト前タイムリーガーッとね、でその後雅子三振で、甲斐でセンターフライトね、でこういったところでしっかりね明石前のねバント失敗を挽回するっていうね。でね、その裏5回裏にね、今度は雅子ね、このチャンスで三振した雅子が5回裏に浅間のねセンターオーバー抜けるかっていうところ、ジャンピングキャッチグッとね守備で挽回っていう、ね、で続いて6回表今宮サード内野安打、野村ランニングスローでファンブル、
まあ、しっかりやってたアウトだけどね。でその後メモリ三塁セーフティー、多分この野村のジャンピングスローファンブルを見て、よしもう一回この不安がってるところでセーフティーしてやろうっていうね、狙いすごい良かった。しかも野村の守備位置はねベースの横ぐらい守ってたんで、そこまで深くなかった、まあ、しかもそれ以上前っていうのもなかなか難しいしね。でセーフティーして、これねもうそもそもの問題、ダッシュが遅い野村。この前の確かね静岡でのロッテ戦の時もそうだった。セーフティーされてダッシュが遅くて、で取ってからワンステップツーステップしてセーフにしてんだよね。でこのメモリのセーフティーにしてもダッシュも遅いし、でしかも前そのね今宮のランニングスローでファンブルしてるっていうのもあって、ゆっくり丁寧に取って丁寧にストップ踏んでファーストへ、そんな余裕ないよ。で楽勝でセーフ。これ、ね、守備練習だね。もうちょっと練習しないと、これじゃちょっときついね。でその後柳田がライトへタイムリーで、ここでライトへタイムリーね、クボンのベースカバーが遅いっていう声もあるけども、やっぱ1、2塁間抜けたからクボンは1回ねファーストのベースカバー行かないといけないんだよね。で行ったのを見てから本塁だから、正直遅くなるのは仕方ないで、もう全力で無我夢中で何も確認しないで見て走ったらいけるかもしれないけど、そんなことは誰もしないね。でもここで一番悪いのはキャッチャーの清水ね。ホームが楽々セーフなのにシングルキャッチで取りに行こうってする姿勢がダメね。しっかりあれを止めてればいいだけで、そのランナーのタイミングとか、ここはギャンブルして取りにタッチに行くのか、ああもうここは全然セーフだからとにかく来た球を止めるのか取るのかっていう二者選択の中で、楽々セーフなのに間一髪のプレーのキャッチを選択している時点でバッとね。だここはクモンのベースカバーっていうよりも、この清水がねしっかり取らない止めないっていうところがねちょっとダメかなと。で7回表ツーアウト2塁からね、今宮センターをね左中右中間を抜ける、タイムリースリーベースね。でここでもね守備、セカンドのね渡辺中継プレーの時に今宮がランナー三塁行ったの気づいてない、だから取った時に逆回転しながら違うとこ見てたね、バッと。だから周りも回ったのとか次どこ投げるの指示してないのかな、その渡辺にね。なかなか渡辺中継プレー入っててそこまで行ったかどうか本人なかなか分かんないと思うんだよね。それをショートだったりだとかファーストだったりがサード行ってるよ回ったよっていうのを声で指示して、でプレーに向かわせるっていうのが大前提なんだけど、でしかもね今コロナ禍でスタンドもねお客さんそんなめちゃくちゃいっぱい入ってるわけでもなければ、どんちゃんどんちゃんしてるわけでもないっていうところで声も指示もね絶対通るはずなの。そういったところがね全部が中途半端だね。だから結果的にねこのサインミスね、ワイルドピッチだったりとか、あとは野村のね守備だったりとかで清水のホームね、でそんで渡辺のこの中継プレーっていうように全部が雑だね。あとライト万波の守備ね、この小さいところが、まあ、必死にやってるのは分かるけど、でも必死でやってるだけじゃ勝てないし、日本ハムってこんなチームだったかなっていうね、昔のね僕らが戦ってた時の、サード小屋のショート金子誠さん、セカンド、田中健介、ファーストガッツさんで後に稲尾さんで、キャッチャー鶴岡とか、外野は一人新庄さん稲葉さんとかで糸井来たりとかっていうところで、そんな卒が多いチームじゃなかったけどね。ゴールデングラブ賞も常にね入ってくるような選手たちで、何がどう変わってこういうになってるのかをもうちょっとチームで改善していかないと、ただがむちゃらに頑張ってるだけじゃ今の状況からちょっと抜け出しないと思うね。日本ハムファイターズファンの皆さんどうですか、皆さんはどう思ってますか。さあということでね、勝ったけどソフトバンクもちょっとねおいおいおいというところがあります。やっぱりねバント失敗、まあ赤字がねこの4回表のバント失敗あるし、甲斐が7回にバント失敗、ここら辺ね勝ったけどいいけども、やっぱりそつなくねやっていかないとなかなかねそういったところで勝ちきれないっていうところもあるんで、まあこういったところはね勝って兜の尾を締めようじゃないですけども、しっかりやっていきたい。結果ね2勝でソフトバンクの勝ち越しでした。さあ続いて西武対オリックスね、4月2日3対5でオリックスで、3日8対0でオリックス、4日3対2でオリックス、オリックス3連勝、西武3連敗、5割復帰して一気に A クラス目指すっていうところで、西武の足踏みは痛いね。逆にオリックスはここで3連勝でしっかり首位固めプラスゲーム差を一気に広げるっていうね、この強さ素晴らしい。2日3対5でオリックスね、西武先発佐々木3球で危険球退場、まあ仕方ないね、まあ申し訳なさそうな顔で、しかもね渡辺緊急登板さすがにきついね。まずね、ノーアウト一塁から、胸ね、163ダブルプレー取って、おいけるかって見せかけて、吉田のフォアボール、これ痛いね。
でしかも吉田の次が大事っていうところで杉本がねレフトへ先制のツーランで、3回ワンアウトから福田フォアボールで胸デッドボールで吉田、ピッチャー内野安打でワンアウト満塁から杉本、6、4でダブルプレー崩れの間に1点こう、ね、何気に杉本足早いで、その後 T 岡田ライト前でねもう1点しっかり取るっていうね。で7回ワンアウトから胸ライト前吉田フォアボールで杉本フォークボールをレフト前、あの低めのフォークボールすくうのうまいよね、ホームランもあるし、何気にしっかりとした懐の広さとあの低めのフォークボールを拾う感じのバッティング非常にグッチ。オリックス山本7回105球5安打7三振2四球2失点と、正直ね抑えてはいるけど調子は良くなかったと思う。あのたまに力があったから打ち取れたっていうところもあるし、甘めで多くね球も高くて結構チャンスボールあったけども、コース的にはねそこはもう山本の球威とあとキレでなんとか抑えたなっていうところで、調子自体としてはやっぱいい時の山本じゃなかった。だからそこでワンチャンセーブもあったけど、そこでねしっかり抑えるのがやっぱエースの凄さよ、ね、でセーブはね立ち上がりにもう 1,2 点欲しかったなと、まあ、あとは3回の4失点痛かったっていうところもありますけどね。でオリックスね8回ヒンギス9回平野とねちょっと安定せず不安、ちょっとランナーも出しながらっていうね、ここ安定感欲しかったなと。でセーブ8回ワンアウトからね森フォアボール中村センターツーベースでウネンティンセンター裏山川三振、このワンアウト2、3塁からここでポンって点取れなかったのも痛かったね。まあでもねよくオリックスをね勝ち切ったかなと。で7月3日0対8でオリックス完勝です。で7月4日2対3のオリックスね、まあ、1、2番の躍動、小さな差が、その小さな差、下位打線からチャンスメイクというところがね勝敗を分けたかなっていう。オリックス初回ね福田セーフティー、ね、三塁側にセーフティードラッグバンドセーフで胸ライト前ね、でノーアウト1、2塁からワイルドピッチ、これ止めれるね森で、しかも大きく弾いたの福田は三塁行くんだけど胸がセカンド行かずバッと一緒に行かなきゃあんだけ弾いたらいけるっしょね。でここねノーアウト1、3塁になって吉田4、6、3ダブルプレーの間に1点、これ胸セカンド行ったらひょっとしたら2点取れたかもしれないね。で3回2アウトから福田センター前で胸レフトへ、タイムリーツーベースで福田がねランナースタート切ったことによってホームイン、でこの1、2番の躍動素晴らしいよね。で5回下位打線から紅林セカンド内安打で足立バンドで今度福田サードへセーフティーセーフで胸ショートフライ2アウト1、3塁になってから吉田がレフト前タイムリーで1点と、こうやってね1、2番でチャンスメイクして得点で、下位打線からチャンスを作って1、2番が広げてクリーンアップ、最高のね形ね。で西武はね2回中村のホームラン、3回殿崎ホームランで、ここでねしっかり2点を取って殿崎の復帰やっぱでかいね、打線においてはね。あとやっぱりね誰を使って誰をベンチに行くのかっていうところもね難しさ、この試合にウネンティ出て山川ねベンチっていうところで、ここはね辻監督の戦略っていうところがね試される、この選手が帰ってきたことによってね嬉しい悲鳴がこの後どう続くのかっていうところはね見ていきたいですけども。でねこの西武もね下位からのチャンスメイクっていうチャンスが5回裏ワンアウトから岸がショートゴロ内野安打で、ワンエンドワンで金子、このエンドランだったと思うんだよね、これを伏見宮城のバッテリーが、まあ、ピッチダウトじゃないけどこれなんかあるなっていう形で座りながらちょっとアウトコースに構えてボールに投げさせて、で金子はあれなんとかバット投げてでも当てなきゃっていうね、ロッテの早川さんばりに知ってる人はね知ってると思いますけども、でそこ空振りで盗塁アウトでね、あの金子はその後三振0点こうキーポイントだね。この下位からの上位に持っていかなかった次殿崎が待ってるっていうところで、ここがこううまく回ってたらね、ここはもう伏見グッと、オリックスがねしっかりそれを警戒して外すで、あそこまで外してたらランナー盗塁の場合はあ外してるからやめようってなるんだけど、エンドランだから走らず追えないっていうね、この作戦をしっかり見破ったねオリックスバッテリー素晴らしかったんじゃないですかね。結果3連勝でオリックス勝ち越しです。はい、さあ続いてセリーグ、はい、中日対ヤクルト7月3日3対9でヤクルト、3日1対5でヤクルト、4日3対3の引き分けということで、2勝1分けでヤクルトの勝ち越しになりました。7月2日9対3でヤクルト、ヤクルト高橋圭一3回3分の2 83球6安打4三振3四球3失点と、だまあ球数多くね追い込んでからちょっと狙いすぎたかなと、あのちょっと高めに行ったところファール、ちょっとここを苦戦したかなと、ちょっとね下半身疲れてるのかなっていうね、ちょっと状態ばっかり力入ってたんで、もうちょっとショートダッシュとかね練習で入れた方がいいんじゃないのかなっていうところはね見えましたね。で中日柳4回78球8安打1三振、無四球5失点と、ちょっと制球不安定で全体的に高く甘いっていうところでねちょっと痛打されちゃったかなと。で、ね、ヤクルト打線そつなく得点ね、
初回塩見センターツーベース、青木、ノーボールツーストライクから、セカンドゴロ進塁打ガッツ、ね、こういったところをベテランがちゃんとするっていうのがでかいよね。でその後きっちり山田がライトに、ね、犠牲フライ、ね、いい形の得点で2回オスナレフト前で吉田がバントでサンタナセンターへのタイムリーヒット。このねオスナサンタナを続けないでここにね吉田を挟むっていうところがねこの打順においても肝なんじゃないのかなっていうね。でそういったことによってこのねオスナが出た時に吉田がバントできるっていうねところもこのいい打線の流れっていうのがねこの功を奏したかなと。でサンタナねセンター前タイムリーで、3回、塩見レフト前で青木今度はねちょっと高めを左中間へ、タイムリーツーベースで山田サードゴロで村上セカンドゴロでオスナがセンター前タイムリーでツーアウトからも得点グッと、ね、ここでしっかりね2点もぎ取るっていうね。で青木もねその前1打席までしっかり進塁打打って次はね自分でヒットを打つっていうねこういったところがやっぱつつなく素晴らしい選手なんじゃないのかなと。で4回サンタナツーベースでここがバントで高橋ピッチャーゴロ柳ナイスキャッチね惜しいいい当たりだったけどね。で塩見レフト前タイムリーとねここでもしっかりツーアウトになってからでも1点をもぎ取る。で6回代打川端クワッチね4得点ねここでしっかりねパンパンパンとね連打を続けて4得点振る。で代打に川端がいるっていうのも大きいよね。低めのストレートをねコンパクトにポーンとね振り抜いて、いい打球のねヒットだったんじゃないですか。中日はね2回裏堂上ライトへツーベース福田三振ここで進塁打打てつパーンとね。でそんで無得点ここがこのねヤクルトと大きな違いよ。こういったところでしっかりやらないとね2ストライク追い込まれてたので。で3回裏大島フォアボールで加藤レフト前この時加藤が2塁狙ってアウトバーッて。でその後高橋、レフト犠牲フライでビシエドホームランとねその後まあ得点になったんでよかったですけどここをねやっぱり無理くり行き過ぎて、まあ、構想と暴走は紙一重だからね守備側も良かったっていうのもあるけどもここでアウトはねダメだね。で3日1対5でヤクルトで4日3対3の引き分けね接戦もどっちもどっち大事なところで見つかせっていうねタイトルです。ヤクルト初回先制します。いい形でね塩見センター前で山崎バントで山田センターフライで村上がセンター前タイムリーっていうところでねしっかりといい形で先制で2回吉田がライト前サンタのフォア三振で島が得意の右打ちでライト前ヒットで石川バント失敗バーッとここはきっちり痛いでもその後塩見がレフト前タイムリーグッと。だからこのねヤクルト打線はねこのドラゴンで、ね、失敗とかもいっぱいあるんだけどそれをね2アウトになってからもうしっかりそつなく得点するんだよね。やっぱこういったところがやっぱこうしっかりねこの得点がしきれてるっていうところの一番大きなね違いなんじゃないですかね。4回島ライト前で石川今度はねきっちりバントね、でワンアウト二塁から塩見がね、右中間タイムリーツーベースでその後山崎三振で山田ライトフライとでこの時にねまあ後でしゃべろうで7回で山崎レフト前で山田ショートゴロで村上センターフライでツーアウト二塁からなってオスナライレフト前タイムリーっていうところでねこのやっぱツーアウトからもしっかりね得点ができてるっていうところでこのねコロナ禍でもう水合戦っていうのがね行われてるんですよ。それをね説明していきましょう。まずは2回ツーアウト一塁から塩見のレフト前タイムリーね、キャッチャー郡司タイミング完璧アウトを捕球できずポロってこぼす。でもよあれ万が一取れたとしてもコリジョン大丈夫なんかな。完全ベースの上に座ってたけどあれはどうなんやろ。で島がそのままホームへ突撃してきて中村翔吾ばりにあれちょっと 見てもらいたいね映像見れる人は。まあ取ってたらタイミングは完璧アウトでも取ってたらコリジョンそもそも大丈夫なんかっていうすごい疑問が残る立ち位置ででもまあそもそもね取れてないんでねあれをしっかり取らなきゃいけないっていうね。でその後4回今度ヤクルトの攻撃島がねライト前で石川バントしてワンアウト二塁から塩見の右中間ねツーベースこれがねセカンドランナー島ホームに帰ってこれずだからね、ワンアウト二塁はもうハーフへノーアウトはタッチアップだからノーアウトはどんな状況でも外野フライが上がったらまずタッチアップでそれでもし取れなかったりフェンス当たったりしてホーム帰ってこれなくてもこれはもう仕方ないノーアウトなん でワンアウトの場合は絶対ハーフへで落ちたりフェンス当たったり何かしたら絶対ホームに帰ってこなきゃいけないでそこで取るなと思ったらハーフへからセカンド変えるっていう状況判断なんだけどここでハーフウェイを取ってない時点でちょっといろんな映像を見たけどなかなか映ってなくてどういう動作したのか分かんなかったんだけどもこれはもう島の完璧なボンミス
バーッとこれ返ってこなきゃいけない。でその後山崎三振、山田ライトフライだから点取れてないんだよね。こういったところの1点がねあったらひょっとしたら勝ってたかもしれない。ヤクルトはねこの1点がね結局引き分けになってしまったのかなと。7回ね、2アウト2からオスのレフト前タイムリーね、郡司ホーム補給できずね、これをバッとちょっとレフトね、根尾がちょっと中途半端なバウンドで投げたっていうところもあるし、難しいから根尾にもねしっかり投げなさいと俺は言いたいけども、郡司もねこれがねコリジョン今度は意識しすぎて下半身座ったままだから下半身使えないんだよね。だからもう上体の上下だけで取りに行ってバウンドを合わせれてないから、あれ膝をねあんながっつりつけちゃダメだね。やっぱ浮かしておかないと最後につくぐらいにしないと、最初からがっつり座りすぎてるから、だから中途半端なやつにこのもう上上半身でしか対応できないから取れない。ここもっとね練習しなきゃダメ。このそもそもどっちももったいないね。これもしどっちかアウトにしてたら勝ってたかもわかんないからね。でこういったところがもうミス合戦っていうね。で中日は6回ねピッチャー星ね、三ツ俣、ライトへホームラン。で8回ピッチャー清水ねビシエドに同点ツーランっていうところでね、まあなんとかねドラゴンズは引き分けだけども、まあ、清水はねこの前のヒーローインタビューでいっぱい負けがついてでね、なんかあのチームに迷惑かけてっていうところがね多分、まあ、負けはしなかったけどこういったところのねことが多分ちょこちょこあるからそれを多分気にしてるんだと思うんだけども、まあちょっとなんとかね踏ん張っていかないとっていうところもあるし、ヤクルトはね石川5回67球3安打1三振1四球無失点。ちょっと交代早くないかなって正直ね、まあ、結果論になりますけど、あと1回ぐらいはね球数考えても、あと投球内容考えてもね行きたんじゃないのかなっていうところでね、まあ引き分けね、まあちょっとねこの島の走塁あとは郡司のホームっていうところでね、このミス合戦の中でどっちかがうまくできてれば勝ってたね試合、まあ結局ね引き分けでした。結果ヤクルトの2勝1分けでヤクルトの勝ち越しでした。さあ続いて DeNA 対巨人、7月2日雨天中止、3日1対3で巨人、4日3対2で DeNA、DeNA が今季対巨人戦初勝利というところでね1勝1敗5分というところになりました。3日はね1対3で巨人ね、勝ちましたけど、その時はね試合見てないんでよく分かんないですけども、メルセデスが好投してます。あと DeNA は10本もヒット打ったのに1点しか取れてない。で巨人丸岡本北村が3本のホームランで勝ったっていうね、5安打結構抑えられてるのにね坂口に、へえ面白そうな試合ね、見てないけどねいや誕生日しょうがないしょうがないやろ、見てないんだから。でもめっちゃ面白そうな試合だね、見てたら。どうでしたか皆さん、面白そうな試合だったんじゃないの。俺は見てないけどね、すごい10安打で1点ホームラン3本で3点3対1すごいね、何があったんだろうね、見てないけどねさあということで日曜日巨人グッゲーム3対2で DeNA というところでね、巨人高橋4回3分の2 94球6安打4三振2四球2失点。まあちょっと天気も悪いし、ひょっとしたら一気に降り出すかっていうところでね、この1点差勝負かなっていうところで早めの継投になったのかなと。まあ投球内容自体そんな悪いようには見えなかったけどね、要所でいいところも投げてたし、あと5回ね2アウト3塁宮崎の、場面でね桜井に交代で、これライトフライでねしっかり桜井も打ち取ってるっていうところで良かったですけど、まあ宮崎にね3回にツーランレフトにねツーランホームラン打たれてるっていうのもあって、まあ勝負どころと見て多分ここ交代ねしたのかなっていうね。でも攻撃面ではね2回表ワンアウト1・3塁高橋スクイズ食うってね、いい形でねスクイズも決めて、で3回表ワンアウト1・3塁坂本サードゴロの間に1塁セーフ、だからゲッツー崩れだよね。で3塁ランナーウィーラーね1回3塁戻ろうとしたけどもセカンド投げたの見てスタートして本塁アウト、まあギリギリアウトだけにヘッドスライディングだったらどうなんやって俺はいつも思うんだよね。こういう風な形したら足はもうベース超えてるのに手でアウトだから、あれそもそもヘッドスライディングで言ってたらセーフちゃうかっていうようなタイミングだったけども、あと一塁ね外ホームへグスロね、ああいったところそつなくね守備もできたんじゃないのかな。で8回表ワンアウト1・3塁で梶谷、スリーツーのカウントから見逃し三振で一塁ランナー広岡盗塁アウトダブルプレー、これ痛かったね、一瞬ダブルスチールかって思ったけどね。でもまあスリーツーのカウントでその前のねファールもね走ってたけども、あそこ見逃し三振するとベンチも思わなかったのでね、なんとか当ててくれと。で三塁ランナーギャンブルスタートでホーム行くっていうね形だっただけにね、あの三振ゲッツは非常に痛かった。逆に DeNA はねあそこの三振ゲッツは非常に大きかったし、まあ、ナイスプレーだったんじゃないでしょうかね。で DeNA ね7回裏小原フォアボールで伊藤バントでこのショーフライね上がってキャッチャー大城はねわざとバウンドワンバウンドで取ってセカンドに投げてゲッツを狙ったけども、それをねこう
取れず、セカンドランナー残りでファーストアウトで、その後佐野がセンタータイムリーツーベースバーッ、あれノーパンに取ったらね、ひょっとしたら勝ち越しの1点がなかったかもしれない。何気にあれね、みんなワンパンって言うんだけど、あれ何気に難しいんだよね、取るの、あのどういうね動きするかも分かんないし、あと大城も若干さっきねセカンドね見るのが早かったよね。ああいったところでちょっとこのミス、まあ、記録に残らないミスだね、ちょっと痛かったね。しかもそれがね決勝点になってるだけにね。で、まあ、9回ホームラン打ったからねあれなんだけど、これがなかったらね、ひょっとしたらホームランで同点になったかも分かんない。まあね、たられば言っても仕方ないですけど、あれはね何気に難しい。だからもうあんまノーパンでもよかったかも分かんない。しかもちょっと天気も悪いしね。で DeNA 大抜き5回3分の2 100球9安打5三振無四球1失点と、あの全体的にね球高かったなと思ったけども、まあ、要所要所で低めとスライダーがね低めに決まって、まあ、いい形でねこう高低差がついて、あの抑えれたんじゃないのかなっていうね、ところで3対1でね、土曜日は巨人が勝って、日曜日はね3対2で DeNA 今季ね8勝利1勝1敗の5分でした。1試合しかないんでね、ちょっと早いですね。金曜日がね中止になってるんでね。続いて広島対阪神、7月2日7対1で広島、3日5対0で阪神で、4日4対3で広島、広島の2勝1敗で勝ち越し、広島は4カードぶりの勝ち越しっていうところに、ねなりましたね。阪神ねこの4日に負けててデーゲームでね、ナイターで巨人が勝った勝率でね順位が入れ替わるっていうね、一時7ゲーム差8ゲーム差ぐらいあったのに一気にね詰まってきたかなっていうところで、2日の試合7対1で広島ね、阪神西4回62球7安打4三振1失球7失点と、2回一気に7失点、投球自体はそんなに俺は悪くなかったんじゃないかなと思ったけどね、この7回に7失点2回に一気にやられたのが痛かったですね。まあ、2回鈴木誠也レフトへホームランから始まって、坂倉レフト前で林セカンドゴロで野間三振で2アウト2塁で阿部敬遠して、この玉村でねしっかり抑えてっていうところで内野安打ね、まあ、玉村もよく走ったけども、これが痛かったね一番ね。で2アウト満塁になって、で菊池にレフト2点タイムリーで、2アウト1、3塁から西川がセンターへタイムリーで、小園がまだ内野安打で鈴木誠也センタータイムリーツーベースで3点、痛かったねこれ。やっぱり玉村のこのレフトも西としてはもうアンラッキーでしかないけどね、玉村もよく走ったし、あれをねアウトにしろはなかなか難しい、ここが痛かったね計算違いで。阪神もね8回以外毎回出塁ね、でも連打出ずっていう、まあ、3回もね7失点後西がねツーベース、近本ショートゴロ、ここ引っ張ってほしかったね、最低でも進塁打で、糸原センターフライ、ロハスセカンドゴロと、ね、これ1点取れずっていうね、まあ、このね8回以外毎回出塁したけどっていうね、チャンスは作ってんだけどね、まあ、でもこの7失点大きかったね。で、まあ、玉村はね粘り強く7回111球7安打2三振2四球1失点と、非常にいい形のね、やっぱこの遅れてくる感じがやっぱタイミング取りづらいんだろうね、あのいい形のピッチングだったかなと。で阪神ねサンズ佐藤スタメン落ち、これねグッと休んだ方がいいって、そんなあのずっと出ててもね疲れもあるし、ベンチから試合見ることによって分かるものもあるんで、このねスタメン落ちっていうのは非常にね良かったんじゃないのかなと思います。でね3日の試合0対5で阪神っていうところでね、こう語り阪神ファンの皆さんにね語りたいんだけどもね、なんせね見てないんだよね。で14安打打ってる、おお結構打ってるじゃんね。しかもサンズはね代々出てきてタイムリーも打ってるし、佐藤輝も休んだ次の日5打数3安打いいのよこれ、休むっていいことなのよ、積極的休養、結果も出てるしね。だから日本人の美学は全試合出場とかフルイニング出場とか言うけども、そんなんじゃないのよ、休んだ方がいいのよ。でその間にね他の選手も出たら層も上がるし、その選手たちのねこのモチベーションっていうのも高くなってくるし、でしっかりねこう休んだ効果も出てるっていうところがいいよね。あとピッチャーね伊藤7回ね98球4安打2三振2四球1失点無失点、非常にいい好投、これで5勝4敗、うまくいけばね新人王レースに参戦してくるんじゃないのかっていうねところで、いい形のねピッチングだったんじゃないでしょうか。でね7月4日4対3でね広島の勝ちっていうところで、阪神秋山3回46球4安打、三振0、無四球2失点で4回表に代打で交代っていうね、まあここ2連敗中っていうのもあったし、前回5回6失点っていうところもあったし、対森下で取り入れる時に取っておきたいっていうところで交代だったのかなと、でもちょっと早いなっていうところもあったんでね、あの秋山こうグローブつけてたから俺怪我とかじゃないような気もするんだけどね、そういったところでちょっと早めの交代がねっていうところもありますけども、阪神はね初回近本ねライトへスリーベース、糸原ね三塁ゴロ、もう内野後ろ下がってたんで1点 OK という形で1点グッ
こういったところでしっかりね、そつなく取っていくっていうのは非常にいいし、で3回もね、2アウトから糸原レフト前で、サンズがね、この休養を挟んでの、ね、爆発、レフトでね、ツーランホームラン、もういい形で先制して、で、もう早めに追加点、もういい形だよねっていうところでね、広島は3回、石原レフト前、で森下バントで、菊池センタータイムリー、で野間もレフト前、でワンアウト1、3塁から小園がね、この犠牲フライでしっかりっていうところで2点、で5回にもワンアウトからね、この野間がフォアボールで小園レフトフライで鈴木誠也センター前でピッチャー岩佐に代わってツーアウト一三塁から坂倉がレフトへタイムリーツーベース。これ一塁ランナーね、鈴木誠也もよく走ってねホームへ来て、非常にいい走塁だったかなと。で坂倉はね5回6回ね2つのエラー、この5回の時はね前の回ねエラーもして、まあここね無失点で抑えたんだけど森下がね、でこういったところでエラーの後すぐ挽回できるヒットっていうのはね、まあ慣れないファーストを守ってるっていうところもあるけども、試合出てる以上ね慣れるとか慣れないとかそういう問題じゃないんで、しっかり守備やらなきゃいけない、その後ねでも打つ方でカバーできたっていうのはね非常にいい形だったんじゃないですかね。あと阪神、これねもうランナー出るのめっちゃ2日と一緒でランナー出るけどもう1本出ないっていうね、4回もね佐藤三振で大山ねセンター前ヒットで中野もセンター前ヒットで、ワンアウト2、3塁から梅野が、ライトファールフライで代打原口、ここでね秋山からもう代打勝負出てっていうところでね坂口も、ライトフライでこう1点も取れないね。で5回近本ライトへねツーベースで糸原がねこのファースト坂倉のエラーでね出てノーアウト1、3塁からサンズフォアボールでノーアウト満塁からマルテがファーストファールフライで佐藤三振で大山サードゴロ林グッドプレーあれ抜けてたら阪神勝ってたね。あれも広島のこの4カードぶりの勝ち越しを決める林の結果的にはビッグプレー、あれキーポイントだったかもしれない。で6回もね2アウトから、代打ロハスサード内安打で坂倉の捕球ミス、ね、でセカンド行ってで2アウト2塁でここで近本をねしっかりセカンドゴロに抑えて、もう森下に坂倉感謝でねミスしても抑えてくれてるからね、まあ、でもそこ打ってるからね、まあ、そこも挽回できてるかなと。で8回ね8回もワンアウトから中野レフト前梅野センター前で代打糸井が見逃し三振でツーアウト二塁から近本サードゴロね。で9回もワンアウトからサンズフォアボールマルテフォアボールで佐藤三振大山三振とね、これ1本出てたらもう勝ってたね。でもチャンス作るも1本出なかった、あとはねやっぱりこの5回の林のねグップレー、あれは非常に良かったんですかね。あと佐藤輝明1試合5三振の記録、里崎と一緒です。ようこそ佐藤君、1試合5三振日本記録タイ一緒ですね。なかなかないんだからね、俺6打席目回ってきてんだからね、しかも2ストライクまで追い込まれて必死だったんだよ、マーラから打ったけどね。じゃあ来るで佐藤崎渡辺俊介もいるからね、ピッチャーだけどね。あとね、あの横浜にいたねドミンゴもいるんだよね。なかなかないからね、普通代打出るから勲章よ。これね1試合5三振っていうのはねすごいいい記録なのよ、逆に言うと。なぜかっていうとね、4三振も連続でしてるのに代打出されてないっていうね、すなわちベンチから信頼認められてるっていうことよ。ピッチャー5三振もしてて5打席を回ってきて試合出続けてるってことはもう完投完封なのよ、すごいのよ。わかる？多くの皆さんわかるかな。5三振はどっかのなんかネット記事に不名誉の記録って書いてあるけど、名誉のある記録よこれ。もう住職みたいなもんよ、すごい記録、いい記録よ。なぜなら出続けてんだから普通変えられるよ。しかも俺なんて6打席回ってきてんだよ、危なかったよ。6三振だったら今日の佐藤君の記録じゃなかったよ。ウェルカムトゥワンゲーム5ストライク三振というところでね、結果2勝1敗で広島の勝ち越しでした。さあということでね、今日はですね土曜日見てなくて1試合のカードもあったから早く終わんのかなと思って思いきやね、42分ももう喋ってるっていう、短くなっていいじゃねえかよっていう話です。はい、はい、ということでベストナイン行きましょう。パ・リーグからピッチャーオリックス山崎福也、あと1勝で自己新タイ記録です。キャッチャー西武森復活か、ファーストソフトバンク中村晃、週間毎試合ヒット、セカンドロッテ
中村1週間で8打点はやばいやろ。サード日本ハム野村チーム若返り守備も頑張れ。ショート楽天小深田神戸国際大附属高校。あなんかたまに高校名とか出身地言うとすごい喜ぶ人がいるのよ。 OB とか出身の選手とかだからそういうのも入れてるんです。手抜きじゃないんですよ。レフトロッテ荻野チーム唯一の3割打者。センターソフトバンク柳田ゲータ。ライトオリックス杉本もうベストナイン常連。 DH 西武中村拓也。三塁も守ってくれれば内野全員中村のスリーカードだったのに中村晃、中村翔吾、中村拓也入れたくてさあ守ってないかなって必死で調べたら DH ばっかりでした。特別賞あります。オリックス田島今年一のピッチング。ロッテ藤原救世主。セリーグいきます。ピッチャー阪神伊藤新人王名乗りか。キャッチャー阪神梅野打線好調。ファーストヤクルトオスナ週間12本は打ちすぎ。セカンド阪神糸原島根県出身結構少ないですよプロ野球選手。サード巨人岡本今2冠王。ショート DeNA 大和名字は前田。レフト巨人松原お兄さんは芸人。センターヤクルト塩見猛打賞2回。ライト広島鈴木誠也日本代表発表後打線好調。特別賞あります。広島玉村ゴッペッチ。はい、さあということで終わりです。申し送りですか。申し送りも力がなくなっちゃうんだよね。あのもう勢いが阪神対ヤクルト、おー巨人対中日、広島対 DeNA、 オリックス対楽天、ソフトバンク対ロッテ、西武対日本ハム。ヤクルトの皆さん、阪神ここで叩いとけば優勝争い食い込めますよ。阪神ファンの皆さん、ヤクルト塩見出すと厄介なんで、もうとにかく一番の塩見を抑えましょう。巨人対中日、中日の皆さんここ踏ん張りどころですよ。巨人にここで負け越してるようなら危ないですよ。巨人の皆さん、ドラゴンズ連打はないんでホームランだけ気をつけて。広島対 DeNA、 DeNA の皆さん、カープ林躍動してますよ、気をつけて。あと坂倉が打撃が好調です。鈴木誠也も結構打ちますよ。打線が結構回ってきたんでね、気をつけて。広島の皆さん、 DeNA オースティン外打ちますけども、ヤクルトと一緒で一番の桑原ここが鬼門です。しっかり抑えましょう。オリックス対楽天、オリックスの皆さん、楽天が今日の試合どうなるか分かりませんけど結構カチコチ、チーム全体がカチンコチになってます。 あと住谷がね出るかもしれないんでそこら辺はね気をつけて。楽天の皆さん、ここ勝負ですよ。オリックスここを叩けば一気にまたゲーム差縮まりますよ。山本宮城は投げてこないんでね勝負です。ソフトバンクの皆さん、ロッテ藤原が躍動してますよ。ここを抑えていかないと、マーティン・レアードも躍動したらもう手のつけようがないですよ。ロッテの皆さん、ソフトバンクを叩いて A クラス、ね、まずは初戦カードを勝つ大事です。西武対日本ハム、西武の皆さん、日本ハム守備でもちょこちょこミス多いんでね、気を抜くことなく全力疾走しましょう。日本ハムの皆さん、ここが踏ん張りどころです。この西武を叩いてとりあえず目先の5位目指しましょう。さあということで今週も皆さん、どんな楽しいプロ野球が待っているのか、雨がね多いですけども、雨天中止になると佐々木のチェックが減るので佐々木は嬉しいです。皆さん今週も要チェック。